あ、どうもです。今ですね、山陽自動車道の宮島サービスエリアに到着しました。で、本日は広島1回戦です。で、朝ですね、朝5時半に会社を出まして、今何時だ、6時58分ですね。まあ約7時と1時間半で到着しましたけれども、まあ朝何も食べてないんで、ここでラーメンか、なんか、カレーか何か。まあ、尾道ラーメンがね、美味しいので、ちょっとその辺を、で、朝飯を食べてみようかなと思っております。で、まあ、いつも、私ですね、ここに着いたら車の点検をしますんで、ちょっと、車を一周、点検して、それから、中でご飯を食べたいかなと思っております。じゃあちょっと行ってきましょう。ライトがついてましたね。中ゴミを捨てるんだろうか、捨てアホやな。今からご飯を食べに行ってこようかな。燃える男の赤い財布、よし。これなんだ。ああ、そうか、鍵か。なんだこれ。6時12分。
これ誰か撮るの忘れちゃったんだろうね。はい。スープはね、あっさりして美味しいです。今日はさすがに少ないですね。土曜日の朝やったら、まあ、いつも少ないんですけどもね、やっぱコロナの影響はあるんでしょうかね。